これより会議を始めます。チームフォックスワンのマネジメントをユウの所属事務所に預けるかどうか考えます。あのマネージャーもなんだよな、あれだけ反対してたのにコロッと手のひら返すなんてよ。私が試合出たのなし崩しでお咎めなしになったから助かったけどね。プロの世界だからね、利益があるなら敵だった相手とも手を結ぶもんだよ。そうだね、ムツキ君とも仲直りできたし。え、あいつとは敵のままでしょ。え、そうなの？試合終わったら笑ってたよ。あいつ味方の要素ないから、1から10までシュンの敵だから。あれと付き合ったらシュンの人生狂わされるよ、近づいちゃダメだよ。そこまで。とにかく事務所に入って自由が利かなくなるのは勘弁だぜ。でも経営的にはうちのお父さんが仕切るよりマシだと思うのよね。あ、確かに。スポンサー取ってくるとか営業かけるとか、その辺もうまいと思うよ。それも確かに。でも稼いだ中から事務所にマージン取られるんだろ。それでも営業がうまけりゃ売り上げは上がるんじゃない。確かに。でもその分たくさん働かないといけなくなるよ。プロなら仕事が増えるのはいいことなんじゃね。確かに。私が選手と役者の両方を続けようと思ったら、ファントム忍者のマネジメントは事務所に預けた方が楽なんだよね。確かに。チームのマネジメントも一緒に預けたら、ユウトのスケジュールも管理しやすいのよね。確かに。これって断る理由ってなくない？いや、ある。あのマネージャーの言う通りにするのなんか負けた気がする。確かに。シュン、お前ちゃんと考えてんのかよ。考えてるよ。でもずっと確かにしか言ってないじゃん。確かに。